日本では初の国立博物館となるアイヌ民族博物館などからなる民族共生象徴空間ウポポイは、入場を予約制にするなど新型コロナ対策をした上で明日開業します。今日は菅官房長官らが出席し、開業記念式典が開かれました。アイヌ文化を復興発展させる拠点であるとともに、活力ある社会を築いていくための象徴であると考えております。必ずや人類の和合共生の精神に寄与するナショナルセンターとなることを確信して。式典に先立ち、菅長官は長年にわたり全国の大学が研究の名目で収集していたアイヌの遺骨を収めた慰霊施設などを視察しました。